本日はラウンド1グランドチャンピオンシップボーリング2020の記者発表にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより会見を始めさせていただきます。司会進行は私、全日本ボーリング協会事務局の宮内が務めさせていただきます。拙い進行ではありますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。日本プロボーリング協会、日本ボーラーズ連盟、全日本ボーリング協会の3団体は、ラウンド1グランドチャンピオンシップボーリング2020を、来年1月から11月にかけて開催いたします。この大会は2018年に初開催し、去る11月の2019大会を経て、2020年も株式会社ラウンド1様の特別協賛により開催が決定いたしました。国内のボーリング大会としては最大級の賞金総額3000万円がかけられております。この高額賞金はプロ選手はもちろんアマチュア選手も獲得できます。本日は大会を主催する3団体の代表とディフェンディングチャンピオンを含め活躍が期待される4選手が出席しております。ご紹介いたします。皆様の、右手より、日本ボーラーズ連盟白石正俊理事長です。よろしくお願いします。中ほど、公益社団法人日本プロボーリング協会谷口武史会長です。よろしくお願いします。皆様の左手になります。公益財団法人全日本ボーリング協会北川薫会長です。続いて選手のご紹介です。前回2019大会の女子レギュラー部門で優勝、今年度は A 級シードの通算20勝にも到達した姫路うらら選手です。よろしくお願いします。同じく前回大会男子レギュラー部門で優勝を果たした市原亮太選手です。よろしくお願いします。前回大会は女子シニア部門に出場、アマチュア勢として最高位となる準優勝を果たした吉田由美子選手です。よろしくお願いいたします。2018年の NBF 決勝大会女子シニア部門で優勝され、2019年は2年連続となるファイナル進出を果たしました高田真希子選手です。よろしくお願いいたします。それではここで3団体の代表より一言ずつご挨拶を申し上げます。はじめに公益社団法人日本プロボーリング協会谷口武史会長、よろしくお願いいたします。はい、本日は足元の悪い中たくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。ラウンド1グランドチャンピオンシップボーリング2020、決勝日は、来年の11月7日南砂ラウンド1ボーリングセンターで行います。本大会は2020年度で3回目の大会となり、18年度におきましては、私どものプロボーリングのチームといいますか、6つのタイトルがこの大会にはございまして、レギュラー部門の男女、シニア部門の男女、そしてグランドシニア部門の男女という形で6タイトルがかけられております。そのうちの JPB は2つしか取れなくて大変、残念な思いをしましたが、今年2019年は全部門を制覇することができました。私どもとしては非常に、ありがたく思っております。この大会はJBC さんもそうですし NBF さんもそうですし、最高峰の人たちが集まり、一堂に会してグランドチャンピオンを決める大会でございます。私ども JPBA は、もう年明け早々からプロボーラーの予選会を行いまして、最終を10月に行われまして、それでグランドボーリングチャンピオンシップの代表選手を決めるということになっております。プロボーリングの中でも大きなイベントでございます。ボーリング界を盛り上げていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
ありがとうございました。続いて公益財団法人全日本ボーリング協会北川幹事会長、よろしくお願いいたします。我々は、アマチュア団体ということになってはおりますが、しかし今時代はこうアマとプロの境はだいぶなくなってまいりました。組織上も世界的にもそういうことです。ですから我々ナショナルチームの合宿に行きますと、もう君らはいいチャンスだと、しっかりこれでお金を稼げと言っております。なお JBC としてこのところ私は特に会長になってからかもしれませんが、これまでボーリングというと、3家族揃って楽しんでやろうと、これは間違いない話です。ところがもう一つの車輪もなかなか表に出てこない、それは、競技スポーツとしてのボーリングというものです。ですからナショナルチームの人たちは、お国からのご援助もあって1月には沖縄でフィジカルを中心とした合宿を行う。で、実は今から20年ぐらい前ですかね、私は体力科学が専門でございますので、ナショナルチームの人たちを見るとよくこんな貧弱な体力で うまくいくもんだと非常に疑問に思っておりましたところ、やはり20年ぐらい前からアジアの諸国でも勝てなくなりました。しかし今は大丈夫です。フィジカル的には世界レベルになっていると思いますので、これから我々 JBC からプロになる者もたくさんおります。ポイントとしてはやはり競技のスポーツだということをもう一つはっきりさせて我々としてはやっていきたいと思っております。そういう意味合いではグランドチャンピオンシップというのはありがたいことだと思っております。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて日本ボーラーズ連盟白石雅俊理事長、よろしくお願いいたします。LBM の白石でございます。実はお二方のお話がありますけれども、実は私はプレイヤーとしてこの大会をずっと楽しみにして、私自身も一ボーラーとして参加しております。やはりボーラーとして考えてみると、この大会ができたことによって私たちの周りのボーラーもやってみようかという気を持つ人もいらっしゃる。そしてやはりこのチームはぜひ決勝の大会を見てほしい。今回もやはり先ほど谷内会長おっしゃったようにいろんな部門があります。その中に今まであれだけ活躍した選手、あんな選手もいた。それが今回ははっきり言って斉藤忍さんだとか辻本さんだとか、ああいうプレーヤーが出てきて華やかにボーリングやってくれたことを言って、ギャラリーの人たちも本当に久しぶりにお二人のゲームを楽しんでおりました。そういう意味ではこの大会は一般 そのボーラー、そしてプロボーラーにとっても非常に楽しい大会になっております。それから会長もおっしゃったように、やはり大きな賞金もかかっています。そして我々アマチュアボーラーの中でもよし一攫千金と狙っている者もおります。ところが残念ながらなかなか実力に伴わず途中で消えてしまいますけれども、でもそういう気持ちを持たせてくれる大会です。その同時にやはりグランドワンの皆さん方がいろいろご心配いただいているけれども、いろんな注文はまた結構入ってきます。白石さん、理事長、こういうのはならないの、それからプロボーラーの人もこういうのならないの、こうしたらもっといいんじゃないか、いろんな話が出ます。でもそういうものも我々みんなが相談しながら、少しでもこの大会がボーラーにとって満足いくような大会に持っていくために、これからもこの大会は皆さんの協力によって、ボーラーがこの大会に持っていくようにどうぞご協力のほどお願いします。ボーラーとして楽しみにしている大会です。どうもありがとうございます。ありがとうございました。